来たドーベルマン来た、はい、今夜のゲストは黒夢からボーカルのピュアールさんです。悪魔が来るぞね、待ってってましたもん。でも地元岐阜県で結成され、94年2月9日にメジャーデビュー。ベースのひとくさんとの2人組ですが、あくまでバンドとして活動し、あくまでね、あくまでね、こっちのあくまでバンドはい、はいはい、ビームス、ライカエンジェル、少年などが大ヒットしました、はい、しかし97年から98年にかけ、およそ230本ものライブを行った頃から異常ですよはい、自社ともに公言するほど2人の仲が悪くなり、99年1月29日に無期限活動停止その10年後の2009年1月29日に一夜限りの復活ライブを行うとともに解散したんです。見に行きましたよ。あ、見に行かれましたか、はいはいはい、その1年後の2010年1月29日に活動再開を宣言。気が狂ってるもうね、気が狂って一夜限りだって言って 翌年に活動再開する。気が狂ってるでしょ。もうね、クレイジーじゃないのよ。気が狂ってる翌年には、ね、東京が狂ってるじゃない、あんたが狂ってるんだああ、翌年2011年から活動を完全再開しています。あ、まあ、西川さん、いつ頃からのお付き合いなんですか。もう10年以上ですね。あ、結構長いですね。もう本当に、なんかあの本当に、なんて言うんですか、こんな狂ってる人いない何が狂った街だ、あなた自身が狂ってるってことにまだ気づいてないの何を言ってるのすごいです。まあ本当ぜひあの生で、あ、分かる、もう本当に生でちょっと実感します。ちょっとビクビクしながら来たんですけど、いやはい、結構はい、あの本当になんかこの人のことですよ、歩く世紀本当に陰形、陰形が少しで歩いてるそんなピュアールさんの自身の詳しいプロフィールはこちらです。はい、出せるの、はい、そんな詳しいプロフィールはい、出せるそうで、ピュアールさんは岐阜県多治見市出身の45歳です。西川さんに年上です。はい、はい、実家の板金屋さんを継ぐはずが、25歳で黒嫁としてデビュー、うん、黒夢の無期限活動停止後はサッツやソロとして活動する一方、2人の娘さんを溺愛するパパとしてもおなじみです。また2010年には西川さん主催の稲妻ロックフェスにサッツとして出演したほか、西川さんと黒夢時代の少年を熱唱、はい、そのビブラート聞かせながらファルセットやシャウトを取り入れる歌い方は後のビジュアル系バンドの歌い方の主流を作ったと言われています。はい、もうあの、まあ、こういうね、表向きの活動なんかどうでもいいですよ。はい、これ以外出てるやつはほとんど犯罪ですからね。恐ろしい罪になってないものがないっていう、ね、恐ろしくないですか。いやいやいや、ほんと人を殺める以外のことは全てやった男です。